お店の人には許可取ってないんで。じゃあ何ですか。一通りもちょっと多いんで、中でいいですか、ちょっと話。責任問題に発展するな。すいません、お世話になってます。明日伊吹さんで予約をして、確認の電話でご連絡させてもらったんですけど、私吉田と申します。はい、お願いいたします。伊吹さん予約してるんですが、はい、お店さんの推しっていうことだったんで伊吹さんに一応したんですけど、ちょっと不安で、はいはい、なんか他にももっといい子いるんじゃないかなと思いまして。あ、なるほどですね。はい、一応なんか見た感じ28歳から、まあ、年上までって結構幅広いと思うんですよね、姉コートさんって。はい。まあ、もうちょい若い子の方がいいのかなって僕は思ったんですが。なるほどですね。あの、伊吹さんが当店で言いますと、一応39歳、表記の年齢の女の子になるんですけれども、はい。当店で言いますと、まあ、ルックスレベル、そしてスタイルっていうところで言いますと、はい、ナンバーワンの男の子でございますので、その辺は、あの、ご安心してお遊びいただけるかなっていうところがありますのと、やっぱり若い子にはないテクニックだったり、おもてなし感っていうところは、やっぱり30代、40代っていう女の子が、やっぱり人気のお店にはなってきますので、ぜひちょっとお楽しみいただければと思います、ね。ということは、姉コートの姉って、お姉さんの姉って意味ですか？はい、まさにおっしゃる。え吉原でですね、はい、コートダジュールっていうお店が、あの、当店の姉妹店であるんですけれども、はいはい、このコートダジュールの年齢層、あの、お姉様っていうことで、まあ、姉コートっていうお名前になってるんですね。あ、わかりました。ちょっと不安がなくなりました、はい、1時間前に国のご連絡が必要なので、ご連絡だけお待ちしておりますので、はい、お願いいたします。はい、何卒よろしくお願いいたします、はい。恥ずかしい。本当に店の一押しが素晴らしいかどうかっていうのをナンバーワンはナンバーワンなのかっていうのを、もうこうお店の人には許可取ってないんで、さっきの地震めっちゃすごかったね、うん、急いでルシファーのルシファーをさ床につけて、床やばすぎやろ。アースクエイコーやんけ。え、やでなんの。全世界でお前だけや言ったな。ちょっとこのツイッター見てください。あ、すごい。ちょっと移住して、パチンコ、パチンコ天ぷらの方がどれこれ。こんな映してどんな人ね。いいの、パチンコ好きかい。いや、ルシファーも一度ね、一日で50万とかした時があったんで、もう二度と行かないって決めた。でもいつか、ルシファーのパチプロチャンネルみたいなやりたくない。パチプロちゃうやんけ、別に。プロチャンネル。チンカスチャンネルでいいんじゃん。ルシファーの、ルシファーにもなんかカスいっぱいついてるし。ルシカス？今日ちょっとね、いいお面つけてきたら、これめっちゃ高かったからね。喋りづらそう。あ、この高架下ね。もう分かる人分かるじゃん。そういや、最近大手の YouTuber さん、皆さんはですね、なんかサブチャン作ったりとかいろいろしますね。ルシファーも最近サブチャンネル作ったんでね、ここに登録してくれませんけど。動画上げてないからさ。なんかどういうの見たいか教えてほしい、サブチャンネルで。逆にみんななんで見てるの、なぜこのチャンネルを見てるのみんな。結構意外とルシファーの動画見ていっぱい増えてきてるらしいからね。これやったら怖くていけない。意外とだからさ、いけんじゃん。嘘はついてない。嘘はついてない。ちょっとワクワクって感じだよね。この謎の狭い道を曲がっていくと、今日行こうとしてる店がありますと。飯食ったよ、俺ら昼飯。お前、歯磨きした歯磨きしたよ。してないの。すみませんでしたね。なんで今めっちゃ嘘ついた。ちゃんとお店ではね、歯磨きしてできますからね。いや、そらそうだろ。え、風呂入った？もう多分3ヶ月ぐらい入ったのに。嘘つけよ。首るんで。前も言った気がするな、これ。という感じですね。はい。個人的にコースはここですね。大丈夫かお前。つまずきました。大丈夫かお前。はい。ということで、実際、今日来させていただきました、はい。電話で言いましたね。20歳から、26歳からですね。40歳。ちょっと電話では28歳って聞いてたんですけど、上まで幅があって、その中でも今回、伊吹さんっていうもう、不安の電話見てもらったじゃん。だけど、伊吹さんで大丈夫ですよっていうね、お店の人が言ってたんで、すごい自信ありますみたいなお店の人も言ってて、すごくない？そんなこと言うお店さん初めて見た。確かに。ちょっと不安で伊吹さんって言ったら、絶対大丈夫なんですよ。で、全キャスト、ほぼですね。ほぼ実年齢。なぜほぼなのかちょっと、なんかいろいろ消されてますけど、さっき見たらキスとか書いてた。キスとかね、書いてたから。コロナ対策バッチリというお店で。じゃあ、今からね、1時間前の電話をしないといけないのよ。前日も電話して、今から1時間前の電話をしますと。ちょっと大変かもな。いや、でも、確認電話めっちゃ大事。それだけ女の子の無断キャンセルって一番大変やから。確かに確かに。それだけ確認させる。なるほどね。今日14時から伊吹さんを予約しているもんなんですけど。はい、ありがとうございます。お客様のお名前様にお出てきますでしょうか。はい、吉田と申します。はい、吉田様、ありがとうございます。では本日この後ですね、受付等ありますので、大体10分前ぐらいまでにはお店の方にお越しいただければと思いますので、はい、もういますって感じよね。10分前には来てくださいとのことでしたけど、はい、1時間前に来ましたやる気がすごい優等生ですね。早速潜入していきたいと思います、はい、あー、やばい、うんこ漏れそう。
あ、うっす。すーごレベル一緒にしちゃいけない。誰と一緒にしちゃいけない。人間今回ナンバーワンの女の子じゃない。これはねナンバーワンのスタッフさんもいいのかお店ももちろんいいのかわかんないけど、うん、レベルもちろん最高級とかだったら最高級ってわかるやん。最終よ、まあ、値段的には高級っていうほど高級じゃない、うん、俺もう高級レベルに感じた。この熱で伝わり君はどうやった。いや俺もめちゃくちゃ良かったよ。それをちゃんと言える先全然言っていいよ。言いたそうやから。まあ以前私はドライをしましたという感じです。この店なんと2回転発車です。あ、確かに何回でもいいって言ってたもんな、うん、ただなんかプレイヤーと1回らしい。あ、そうなの、うん、なんか時間の関係とかで今回ね、もう入った瞬間もうプレイで最初もう全身褒められて、あ、そうね、みたいな。今回のいつものクロミちゃん、うわー、かわいい。新しいクロミちゃんのヘアバンドも買ったらめっちゃ褒められてるやん。服脱がされて、あのお風呂入ってないのに、入ってないのにもうなんか始まっちゃいました。あれこれ高級店かなと、うん、びっくりした俺も。1回ウェルシーシューした時すごかった。もう脱がせ方か、ビデオの世界におるんかいと。お姉さんの特徴何がすごいって言ったら、全員35を超えたとこからみんなピックなんだって。話は多いと言ってすごいよ。行った瞬間ルシファーは天に召されなさい。最初早々15分ぐらいで早いな。どんだけフェラーすんの思った思った。最初な、でも一応拭くもの渡されて部屋入る前に拭いたは拭いた。それがそういうことだったのかと、うん、しかも最初さ階段上がっていた時にさひざまずいて待っててくれんかった。あ、そう普通。あ、普通なん当たり前。めっちゃおひざまずいて待ってくれると思ったもん。まあ1回目終わるじゃんね。キスしてずっと痛い痛いしてずっとキスしてたの。めっちゃいいな。思い出すね、あの初彼女ができた時に俺ディープキス12時間ぐらいやってたのよ。即死する。何もせんのにしてて、そんな感じ。俺途中で息できないぐらいキスしてて、初恋を思い出してね。可愛かったのが俺はもうイチャイチャそんな好きじゃないタイプだから、こうこのキスやめようとしたら、うん、こっち向いたい、うん、で、ルシファー君の目標はね最低3回、目標5回いけたらいいなって思ってたんですけど、無限発射やもんな。なんとルシファー君のルシファーが出たのはあの1回、しょうがない。ただ感覚的には行った回数は10回です。ルシファー君ついにドライオーガズムの出た、目覚めました大変です。ドライオーガズムの扉を開いた。え、もう最後時間間に合わなかったの。90分過ぎちゃって今回最後ずっと攻められて耳もベロベロされて、耳もこれすごいなと思ったのが、お水飲んでいい、これからちょっとすごいことするからって言ってお水飲んだ瞬間やられたのが3点攻めです。ベロで、で最高やん。で、で、で、おっ、すごいよ。ちなみに俺もやられましたねそれ。あ、そうなんです、うん、でもその瞬間何回もルシに来たのドライで。え、すごいな。最後のエビ舐められる時なんか癖ついちゃって、まあ恥ずかしいやつ言いましたよ。女の子みたいにそうなっちゃうんですよ。シャワー行きましょうみたいなことお姉さん言ってたね。そろそろ行きましょうって言うのに、うっそーみたいな。何そ、やめれると思った。いやいやすんなよ俺もほんまにやめて、もう無理、もう死んじゃうからって言ったら、ねえ反抗したらもっとひどいことさせちゃうよとか言われてお姉さん大好きです。何イチャイチャしとんねん。お姉さんにハマる一つのきっかけはそれとか、味わえない世界を味わわせる。変態なのよ彼女たちは。そこに変態の私たちがいた。もう変態と変態のマッチング。ずっとこの体のさすり合いというか飛ばし合い。ああ、そう、それもねよかった。僕ね、この今回の伊吹さん背骨がめちゃくちゃ綺麗。どこ見てんねん。皆さん大好きなバックハンドあるじゃないですか。うん、そのバックハンドをするときね、背骨が見えるわけでしょ。これをつきながらもうなぞるあの仕様が不自然に。何興奮してんねん。そんな感じで覚えちゃった。ドライよ、すごいのがこの店 79.1% ですから、全額返金をして。あ、そう、なんかアンケートで女の子の100点満点とかアンケート取るんやけど、それ79点以下とかやったら全額返品しますみたいな。そうそうそう、あれで79点つけられたら、俺見たとき100点つけてるから。あれはもう100点つけたくなるわ。しかも結構お手頃なさ値段やから。なんかそうそうそう、45分やと1万8000円よ。うん、ちゃうよ。こんなの一個言うの忘れてた。彼女の彼女もね、自分で嫌いで言ってくれたりするんだ。なんやと、ごめんちょっと後ろ振り見てって、また背骨見て。あ、それ共感せへんけど、即尺してくれてさ、めっちゃうまいよ、フェラーリが。有村さんって言うんやけど、最初な、かすみちゃんじゃない。ガチでうまくて、ほんまに行きそうになったよ、最初の。始まって10分よ。無理と思って、頭の中で、和田アキ子、和田アキ子、和田アキ子ってやって。沈めた。おい、和田アキ子に似てたの。だって和田アキ子に似てたんじゃなくて、和田アキ子を想像して、暴発を抑えようとした。顔はね、かもなく、かもなく。で、俺は、プレートベッドどっちがいいですかって言われて、ベッドだと何回戦もできるけど、だと1回だけよみたいな言われて、時間的にマットって時間かかるから、俺は1回で十分な人やからお願いしますって。俺も聞かれた、今日何回ぐらい行きたいのって言われて。やっぱ言われるんや。彼女も最後、え、それドライオーガズムじゃないって言われて、俺は絶対開いてるわと思って。あ、そうなんや。だっておかしいもん、立ってんのよ、わーって出てんのよ感覚が、うん、体中ビクビクしてんのよ何事、なんでまだ頭当たってるんだ。最後の40分間ぐらい行きっぱなしだったの。死ぬと思った。女子やん。あ、そう、女の子みたいな状態。仮面ルシカやった。ルシカな一瞬元気なくなるの。でもすぐ復活するの。佐川みたいやな。はい、ないの賢者が。次行った時ちょっと行ってほしいわ。
準備してる時からお風呂の中から王様のように眺めてて最高でしたね。俺なんて最後さ90分超えちゃったって言ったよ。彼女もなんか楽しみすぎちゃってるといじってたからさ、死ぬほど愛だもん。あ、君の有村さんはどうやったの？背骨の方が背骨なんか見てへんがな。なんでやねん。いるかそんなとこ。伊吹さんの喉の脇をクンカクンカしてちょっとやめてよみたいな。いや俺も匂いたかったな。うつ伏せになった時にちょっと腰上げてあのナノルーと点々をあのナノルーを舐めながらティンティンをしごく。やばくない？俺しかもさあのナノルー舐められて初めてだったよ。そう初めてやってさ、おーおーってなった。いやほんまに。もう一個やるのがあって、仰向けになるやん。向こうを向いてヒップが迫ってくるやり方。やばくない？もう丸見えやし、VR 見てんのかなみたいな思った。いや確かに俺ももう本当にビデオの世界にいる感じで、もう最後なんてずっとそのトライしすぎて夢の中にいる感覚やし。いやすごいよなほんま。あともう一個ある。足の指も全部舐められた。やばくない？そう、え、汚くないのみたいな。うわーみたいな。うわーみたいな。何がエロいって、なっちゃうんやと。寝る前にやらないと寝れないと。で、びっくりしたのが、俺、入るの遅れたのよ。2時開始スタートやったら、ちょっと遅れて、うん、すいません、ちょっと待たせちゃって、って言った人に、ごめんなさい、我慢ができなくて、ちょっと非常になってます。何言ったの？サムネ撮るか。これ。アネコート看板入れる？入れる？それか。でもそれも、おっぱいもいいな。それめっちゃいい感じ。舐めるみたいなするか？うん。それか看板。どうしようかな。でも結構いい感じ、いい感じ。うん、いい感じ。やめて！ラーの抑止流の特殊能力で、ギルフォード・ザ・ライトニングを焼き払われたら、闇のゲームでモンスターとつながっている城之内の精神まで燃え尽きちゃう。お願い死なないで城之内。あんたが今ここで倒れたら、マイさんやユウキとの約束はどうなっちゃうの？ライフはまだ残ってる。ここを耐えればマリクに勝てるんだから。次回城之内シスデュエルスタンバイ。